じゃじゃん、これで全部はい、一人にってことですか。なんか遠くから見てお米に見たら近づいてきたら目が。Hey guys and girls on Ash Japanese, it's Cathcat and today we've come to beautiful Wakada Wakayama. Now this is not the point where I should get it wrong, but I actually got two special guests with me today. Please introduce yourself. Yay! 感動れないかカティさん。すみません。はい、ということで、和歌山県住みます芸人のワンダーランドでーす。はーい、はい、次はちょっとおすすめの場所に連れてきてもらったので、ちょっとどこですか今どこ。お腹が減ったというね、カティさんのために、はい、和歌山市のこの加賀の一番おいしいお店に来ました。はい、はい、こちらでございます。じゃじゃんじゃじゃん、万光商店。万光商店、はい、はい、のに、まあちょっと人気で、うん、あの人がたくさん来ちゃうので、この2号店が最近オープンしましたから、こちらの大きな2号店、はい、はい、こちらでちょっとねスペシャルなもん食べていただきましょう、はい、スペシャルもん、はい、ますます気になる。じゃあ行ってみましょう。Okay guys, today we'll eat a lot. Look how many dishes we ate in this video. Your challenge is to guess how much we paid for all of the food together. Comment now and see if you were right later.ついてます。どうかな。早かった。早かった。来ました。これインスタ映え。なんかわからんかったら聞いてね。はい、下のね、これもう麺豆腐です。でこれは高野豆腐の石垣石で、これは赤いのはねトマトを寒天で固めたものね。でごま豆腐な、でイカの松笠で、ごぼうの蒸し焼きで、これはお魚はさよりお野菜で巻いて、でお茄子とこれ生姜びたしね。はい、食べてて。早いでしょ。早い、説明も早い。説明忙しいからね。ってことはもうこれで1万円いくんじゃないですか。3人言ってるかもわかんないですね、まだね。いやもう結構高級な感じ、なんか綺麗。これは私がこういうのが大好きなんですよ。日本の料理は全部なんか沖縄プレートドーンって乗るんじゃなくて、綺麗なちっちゃな、もう見た目が美味しい。一つずつね、こだわってしっかり見た目から綺麗にするのが和食ですからね。じゃあ食べましょう。よし、いただきましょう。いただきます。はい、くもちながら。どれからいこうかな。豆腐から。うん、うん、うん、ちゃんと歯ごたえがあって、でも味もついてて、でもなんか歯ごたえが美味しい。なんか最初のちょっとビーフジャーキー、豆腐系のビーフジャーキーみたいな。うん、うまちゃろぴー。そうそう、スープいくね、言うてる。本当美味しい。スープ美味しそう。まずこのまま飲んでみてください。はい、このスープ美味しいから飲んで。これまたタイの、タイの骨のスープ。はい、あのさばいた後の残った骨で。うわあ、なんかタイの出汁が出て旨味感じる。美味しい。カリさん、うまちょろ。うまちょろ。ピープ。なんだっけ、眉。うん、うまちょろピープ。美味しいですか。美味しい。美味しい。で、そう。これ。わさび。わさびなんですか。わさび、わさび、これでもう一口飲んでみてください。うわ、わさび若干怖いけど頑張ります。わさびが、あ、匂い変わりました。うまっぴー。どうですかわさびは。なんか、まあ、味がまた変わって、もう辛くないです。鼻にも来てないし、本当に美味しい。そっちの底レポート。でももう次も来たわ、戻ってました。次は次で。タイのお刺身。お刺身来ました。ぜひお願いします。三種類。三種類。三種類ですか。海苔の佃煮とウニのソース、わさびのソースです。タイってこの地域で有名なんですけど、なんででしょう。カダっていうとこの海、海の中のあの流れが速くて、水の動きがねすごい速いんですよ。はい、そこにいてるタイが、まあ、タイが住みやすい場所ではあるんですけど、その流れが速いせいでタイがすごい頑張って泳がないといけない。で頑張って泳ぐってことは筋肉質になる、泳いでるタイも。だから身が引き締まってすごく美味しいタイが育つっていう場所なんです。
食べたい、そのタイ、食べたい、来ました、ダジャレ言いましたね。めちゃくちゃ甘い、噛めば噛むほどね、このタイの旨味が出てきてめちゃくちゃ美味しいです。普通のあのね、回転寿司とかで食べるタイともう全然違うから、うん、カジさん初ちゃう、カダのタイ初です。うわ美味しそう、なんか色がピンクみたいな、いただきます。うん、噛めば噛むほど味が変わりますね、はい、そうなの、皆さん、お、次次次次、はい、タイのサラダ、今叩きも来るもん、これ何ですか、ウニトースト、出た出た、ウニトースト、ウニがトースト、塩丼、塩丼、まだありますね、まだあります、食べきれられへんや、乗る場所がある、うわー、なになになにこれ、カティさんが食べたかった、しらす丼、しらす丼、カティさんいただきます、これ持っときますよ、ちょっとドイツにはないでしょ、ないですよ、それそんなないやシラスです、カティさん、シラス、シラスっていうのは小さな魚ですね、うん、でもこれは赤ちゃんね、イワシ、イワシわかります、サーディン、ああ、サーディンジュニア、あ、サーディンジュニア、うん、なんか遠くから見てお米に見たら近づいてきたら目が目がが目めっちゃいいね、目がこっちを見てる、こっちを見てる、私がそのボールを見てる、ボールが私を見てるみたいなうわなんかバイオーバイーンみたいな感じ、いきまーす、下の方はご飯、うん、ご飯、下からご飯取って、うん、ご飯、あ、落ちてる、あ、めっちゃ落ちてる、あ、いいです、ごめん、いた、うん、海のめっちゃ自然なものが私と一体になります。はい、次また来ました、うーん、何ですか、海鮮春巻きでーす、何本ほど来る、まだすごいやん、こっち、巻きを巻くんですね、巻きを巻く、巻きを巻きますね、巻きを巻こう、いってらっしゃい、うん、サクッと甘い、うん、エビのプリプリが中に入ってます、すごい、うわ、おいしい、サクサクとエビのプリプリ、うん、はい、なになになに、あ、これすごいやつじゃないですか、お刺身した後のタイの鱗とかはなんですよ、ちょっと音の料理なんで、おお、でこれカレーのお塩ついてる、これにつけて食べてね、うわー、え、これなんか特別、タイの皮の、あの揚げたチップスですね、そんなあるんですね、揚げたてにレモンをかけるからこう、うん、バチ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 って音、バチバチって聞こえますね、なかなか食べないですよ、おお、皮ですよ、うん、うん、普通にその、なんていうか、うろこが、でもそれ思わないぐらい美味しい、パリッパリ、パリッパリ、なんかなんだ、すごい不思議な経験をしてます、不思議な経験、万光商店ね、ワンダーランド、パーティー、ワンダーランドだすげえ。味のワンダーランド、うんうんうん、これも満喫してくれてるわ、もう完璧や、ね、完璧です、いや、本当に感動してます、もうマイク、僕も渡されてるからなすいません、じゃじゃん、これで全部、はい、1万円一人に1万円ってことですか、うーん、3人で1万円、超すごい、めっちゃお得ね、最高や、私が日本にも住んでる長いんですけど、知らない料理もいっぱい今出てきて嬉しい、ね、いいでしょ、いろいろね、味わえて、こう、加賀の自然のね、ここで育った魚たちですよ、最高や、じゃあもうちょっとあの、食レポやめて、うん、美味しくいただきたいな、いただきましょうか、そうしよう、はい、ごちそうさまでした、うわー、もうすっごい美味しかったです、もうね、お腹いっぱいでもしかも私たちがお腹いっぱいだけで、ではなく、はい、6人でスタッフも呼んで6人で食べましたみんなお腹いっぱい3人前言うてんのにね、ね、6人前ぐらいありましたよ、1万円で、すごい、しかも珍しいものいっぱいあって美味しかったです、何一番美味しかったですか、やっぱり
タイですかね。タイね。皮のチップスにだいぶハマってくれてたから。皮のチップス、私あの言われたら、食べるかなみたいなものだと思うんですけど、食べたらこれ やめられなくて止まらなかった、ね、私だけのものにして自分で全部食べちゃいました、ね、よかった、ハマってくれてね、はい、ありがとうございました。こちらこそ、こっち素敵な場所を案内してくれる、本当にありがとうございました。ごちそうさまです。ありがとうございます。 And guys, don't forget to subscribe if you're new to this channel for more stuff from Japan and tick on the notification symbol so you actually get notified about future videos from our trips here in Japan for your future trips in Japan. Thank you guys, see you soon, bye! そういうことです。